りやったことがない。すごい派手派手なルルルみたいな、なんて楽しい曲なんだと。さすがチェルニー。チェルニーいいよ ね。皆さんこんにちは、マイエヌピアノデュオです。今日は本当のチェルニー。今日は2人でチェルニーについて喋っていきたいと思います。ところでこの曲もちろん知ってますよね。はい、聞いたことある。あれだよね、30とか40とか50とかなんかこう数字がついてる、ね、練習曲。あのね、答え方からしてちょっと怪しいんだけど、このあのチェルニーの練習曲集ちょっと持ってきましたけど、やったことありますよね。この話をですよ、ね、ちょっといろんな人に言うとね、みんなにちょっと変な顔で見られるんだけど、あんまりやったことがない。知ってるでしょ。いいけど、まあ、これはね、大体本当にピアノをやってる人は、まあ、30番あたりからみんながこうやっていく練習曲として、30 40、これが50、これ50ですね、有名な練習曲、うん、あのね、大体ね、はい、俺がさ、チェルニーを初めて知ったのは、うん、小学校、中学校かな、中学だな、あれ中学校の時だったの。シプリアン・カツァリスっていうね、はいはい、ちょっと好きなピアニストがね、おりまして、で彼の CD に新しいのが出た時に、その中に、うん、フィガロの主題、フィガロのモチーフによる演奏会用大幻想曲っていう、なんかすごい名前の曲が入っててね、うんうん、あのモーツァルトのフィガロの結婚ってあるでしょ、あれのオペラのね、有名なメロディーをこうつなげて、それをピアノで弾いて、うわーってこう豪華なピアノ曲になってるっていうね。あのそれが入ってて、なんて楽しい曲なんだと思って、ね、当時モーツァルトとかフィガロ大好きだったんだよ、うん、でその作曲者がチェルニーだったの、うん、でそこで初めて僕はチェルニーを知ったの。フィガロのね、あのファンタジーはコンサートでもよく弾いてるもんね。ん、うん、前にね、前にね、うん、ちょろっと弾けます。今難しいんだよね、あれね。あんま覚えてないかもしれない、ま、覚えてないよ、ところどころね、ところどころ。波長調なんでって言って、チェルニー的なアルペジオなのかな、こういうの始まる、はいはい、主題、このメロディー出てきますね。これ知ってるよ ね、 これね、はい、知ってますね。でこういう有名なメロディーがちょっとこういろいろ飾りがついて出てくるんだよね、うんうん、最初のことか、例えば転調してて、キラキラな感じですよね、すよ、うん、とってもいい、ピアノ的なね、うん、こうすごい派手派手な、こうみたいなのが派手なのよ、うん、とにかく出てくるよ、ね、だからね、中学生とかの時は面白いじゃん、それが、うんうん、めちゃめちゃ好きだった。でそれでこうチェルニーを知るでしょ、はいはい、でこう調べるじゃない、まあ、当時のいろいろね、そうするとさ、まあピアノソナタが12曲あってとかね、だから交響曲書いてるとか、それから室内楽もあったり、うん、それから合唱とかね、宗教曲も書いててね、うん、とにかくいろんな曲があって、あとは連弾もたくさんあるし ね、うん、そうか、いっぱい曲があるんだなっつって、でピアノ曲もたくさんあって、うん、変奏曲、あ、変奏曲とかも弾いたのあるわ、うんうんうん、ウィーンのワルツによる、変奏曲とか、はいはい、結構好きだったよ、うんうん、シューベルトの主題による変奏曲って言われる時もあるのかな、うん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 、覚えてるかな。弾けるアルペジオで始まるんだよね、うん、チェルニーっぽいって、いいですねみたいなのから始まってテーマがね、これいい主題だよね、すごいいいですね、そう
でこれを変装するんだよね。とても素敵。そう、こんなんさ、もう可愛いじゃん。これも可愛いね。でこれも好きだったのよ。チェルニーのね、やっぱりこう練習曲だけじゃなくって、まあ交響曲とか、まあソナタとかも聞いてみて、まあすごいね、今までのイメージがやっぱり変わったんだけど、まあそうね。でもチェルニー自身が作ったさ、そういうあの曲より、なんかあのやっぱフィガロとかシューベルトの今の曲とかの方がなんかいいよね。そう、自分でメロディー考えて作曲しましたっていうやつよりも、誰かが作ったいいメロディーを借りてきて、それでちょっとそれを素材に料理を作ったらすごく美味しいものできました、どうぞみたいな。そういうことでしょ。そうね、ちょっとあんま言っちゃいけないかもしれないけど、ちょっとそんな感じがする。あるある。まあそれの方が得意かもしれないね。あの編曲とかもたくさんしてるもんね、テルに。そうね、そうね。あの、ベートーベンの交響曲全部編曲してるんでしょ。やったね。あの、最近は田園をやりましたね、我々もね。そう、交響曲全部あるし、あと古典ぐらいまでの有名な交響曲だと大体チェルニーが連弾にしてくれてたりするんだよね。モーツァルトは40番41番あるしね、ジュピターとか、そうだってレクイエムのピッツィアムの連弾版ってあるもんね、チェルニーのね。誰かやるのかね。需要はどういう時やるんだろうね。あんだけどピアノがの扱いがうまいよね、やっててね、弾いてて気持ちいい。あの田園も他の作曲家の人が編曲したのたくさんあったけど、やっぱチェルニーが書いたのが、あの鳥の声が入ってたりとかしてすごく良かったんだよね。あ、一楽章のね、それでなんかチェルニーを選んだでしょ。これよね、これなんだっけ、どこだっけ。そう一楽章に出てくる。そう、チェルニーだけなんだよね。それがあるのがね。そうなんですよ。田園はこれですよ。はい、っていうこれね、で鳥が出てくるのはそのフォルテのここですよね。ピアノのピアノ的なこう響きがしてすごく華やかになるよね、これが出るとね。これは欲しいもん、この曲やるんだったら。さすがチェルニー。チェルニーいいよ ね、はいはい。リストはチェルニーの弟子だったわけでしょ。交響曲ね、たくさん編曲してるじゃない、リスト。そうだね。やっぱりチェルニーがこういう風にいっぱい作ってるのを見て、背中を見てきたからかなと思うとちょっと燃えるんだけど。ああ、それはあるかもね。あんまりその関係で言われることはないけど、まあ、あるだろうね、絶対にね。このね、師弟関係ですごい気になる曲があるんですよ、最近。ヘクサメロン。ちょっと言わないで。ヘクサメロンね、皆さんこの曲知ってますか。このね、すっごい面白いんだけど。面白いな、変態だよ。19世紀のピアニスト6人が集まって一つの変奏曲を書いているっていうね、曲なんですけど、あれはリストが中心になってやったんだよね、確かね。であれパリでしょ、だから19世紀のパリ、当時のピアノ界の盛り上がり方ってすごかったらしいじゃない。ピアノ対決とかしてたんだよね。対決って対決よ。なんかリストとタルベルクがこうピアノ対決っていうのしますよっていうコンサート、見せ物ですよね。見せ物をして、技の見せ合いみたいなね。そう、ファンも熱いから、みんなすごいさ、あの大好きだから、自分の推しがこう勝ってほしいみたいなのあるじゃない。いつの時代も一緒やね。
そうそうね、最近もねもピアノが盛り上がってますから見たよ最近そういうの誰とは言わないあるよ、ね、言えないけどね盛り上がってる。でリストが中心になって、うん、リストが選んだ他5人ってことでしょ。そう、うん、でショパンが入ってきた、はいはい、それもいい、うん、それもいい、ね、ショパンあんまり乗り気じゃなかったらしいんだけどそれもいい彼らしいよね、うん、がいてさっきの対決したタールベルクがいてあとはピクシス、うん、いいんだよね。からエルツかな、はい、練習曲いっぱい書いてるね彼もね、はい、でゼルニーがねゼルニー入ってんだよここにね。ゼルニーがねまたねこの、まあ、変奏曲がさ、はい、あの技術を見せ合うみたいなもう派手派手なすごい難しいのばっかり皆さん書いてるんだよね。ピアノバカって感じだね。かっこショパン以外ね。ショパンも一人芸術だからね。そうね、はい、そうだからそれでもうその中でもゼルニーが一番なんか難しくてちょっと密なね楽譜を書いていらっしゃるんですよね。あの一番ピアノバカが炸裂しているのがこれチェルニーなんでね。だと思うよねなんかねちょっとね。そうなのよね。あの人絶対そういうなんか芸人魂みたいなのが根底にあったと思うんですよ、うん、フィガロファンタジーもそうだしさたくさん変奏曲でキラッキラなやつ書いたのもそうなんだけど、うんうん、でまあ芸術的なところはあんまりこう評価されなかったのはまあいいとしてそれはそれとしてピアノでこうちょっとすごいことをやって聴いてる人をあっと驚かせるようなことをして、うん、みんなを楽しませようじゃないかみたいな気持ちは絶対にあったと思う、うん、でさまあ真面目だったんだろうね性格が。だからまああんなにこうね練習曲にしてもさありとあらゆる分野にわたってマニュアル化して作っちゃってもんだからもう練習曲大魔人みたいなさそんなレッテルを貼られちゃってるんだけどるんだけど、うん、そのエチュードもさやっぱりその根底には技を身につけて聴いてる人を楽しませようぜっていうそういう精神のもとで作ってったと思うんだよねとかそう思いたいんだけど、チェルニーの他の練習曲以外の曲を知れば知るほどなんか今まで練習曲しか知らなくてごめんねってちょっと言いたくなっちゃうよねそうですね、そうですね、なんかやっぱ他の曲みたいななんか素敵なこうキラキラしたところを弾けるようになるんだったらちょっと練習曲とかもやってもいいかなみたいな多少はそういう気持ちに思いますか前向きな気持ちになるかな、はいはい、ちょっとでもそう思えたらいいんじゃないやっぱりね、うん、そう思ってくれる人がいるといいね。もともとこっち側の人はいいですよチェルニーのピアノソナタ大好きみたいな人は別にいいんだけど、うん、いやいやチェルニーやって練習してたみたいな、うん、あんまりいい思い出がない方にはちょっとそうだ ね、うん、あれでしょヘクサメロンもいつかコンサートで弾くんでしょしたら弾けるかよあんなのあれはヘクサメロンってさいろんなバージョンがあるじゃない、うん、うんうんうん、まあ、独奏版と、うんまあ、2台ピアノ版あるんだよね、はいはい、とかまあ、あとオーケー版もあるでしょ、うん、オーケー版もあるね6台ピアノってあるんだよね6台ね、うんまあ、なんか割り振っただけでしょでも、うん、1人1台っていう、うん、だから6人集まってやるんでしょあと4人あと4人か、まあ、じゃあ私ショパンでお願いしますずるいずるいずるいダメショパンじゃないとちょっとそれはダメちょっといずれかちょっといつかね一緒にやっていただける方お待ちしてますので6台ピアノ貸してくれるとこがいい1台でやればいいんだけどね、うん、こう代わり番号で、ねね、やりましょうじゃあまあ、はい、この辺でですね楽しいチェルニーのお話でしたね、はい、ちょっとこんなの楽しんでいただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。